はい。始まりました。気になるマネーセンス。日々のちょっと気になるニュースや話題、疑問について、投資家目線で解説していく動画です。マネーセンスカレッジの浅田翔司ですえ。今回は、EMAX スリムの信託報酬引き下げについてお話をしていきます。先日ですね、4月1日に、タワラノーロードの信託報酬が引き下げというところで動画をね、出したんですけども、実はまあ、あの、ちょっと編集にタイムラグがありまして、まあ、4月1日の発表になったんですが、その前のですね、3月30日に、 EMAX SLIM も新宅保を引き下げるとということでました、まあ,あのこの内容をちょっと加えたかったんですけどもまあ、内容がねだいぶ入り組んでしまうのでまた別の動画でお出しするという形で先日はね発表しましたなので、まあ、今回の動画ではその EMAX SLIM のね引き下げも踏まえた上でもう一度ですねおさらいも含めてお話をしていこうというふうに思います で、Emax Lim のですね、まあ運用機関である、三菱 UFJ 国際の方ですね、えー、そちらの方からまあこのような形でまあ発表がありました。訂正みたいな形でね、えー、この前にですね、S&P500 について、えー 新た報酬の引き下げというものをプレスリリースしていたので、まあ、あのこちらの方ですね、訂正という形でまた出てきました。今回の引き下げに関してはですね、まあ、だいぶ後半にわたって引き下げが行われました。だいぶね、考えて作られた印象があります。まあ、こちらの方の、ね、中身についてはお話をしていきますけども、 だとです、ね、まあ、一覧になった表をお出ししております。まずは、83分散のやつですね。バランス型のファンドになります。まあ、それに加えて、トピックスと日経平均、それぞれ下げてきました。さらに、オールカウントリーですね。まあ、こちらの方は下がるだろうというふうに私もね、先日の動画でお話ししましたけども、まあ、下げてきましたね。さらに、除く日本の部分とか、まあ、3地域均等の部分ですね。まあ、こちらの方も同じく下げてきました。まあ、3地域均等についてはですね、まあ、おそらく、まあ、ついでという形 違うあのあるんだろうと思いますけども、まあ、こちらの方ですね。また先日取り上げなかったファンドも含めてですね、比較してみたいと思います。でさらに先進国株式で新興国株式ですね。こちらの方は俵ワラノロードの方が下げてきましたので、こちらも合わせて下げてきたというような形になりますで。まあこちらの表はですね、一覧になっていて実質的な信託報酬率ということですね、まあ、変更のものがまあ上げられているわけですけども、変更前と変更後についてもですね、発表 がありまししたののでで、まあ、そちらの方も、まあ、簡単にですね、えー、紹介していこうと思います、えーま、ずは EMAXSLIM のバランス型ファンドである83均等型とですねトピックスと日経平均について、えー、それぞれね、まあ、同じ信託報酬に下げるというところでこちらの方を出していますまあ、トピックス日経平均単独で投資するのと、まあ、バランス型で投資するのですね同じ信託報酬ということなので、まあ、これはだいぶね頑張っているところだとは思うんですけどもね ようなな変更になりますで最終的に、ですね以前までの信託報酬です、ね、まあ、ここ、税引きで表示されていますけれども、1000万円以上の部分ですね、そちらの方は0.13%というような形になっていましたけれども、こちらにすべて統一してきて、さらに下げるというようなことですね、はい、まあ0.13%をまあ基準として、それからさらにですね、まあ あの記算できまして0.1299、えー。さらに、えー、5000億以上この部分に関しては0.1298というところで、まあ0.0001%で刻んできたというところになりますね。はい。まあこちらの方ですね、まあロジックとありますので、まあちょっとここはあ後でね解説をしたいと思います。今はですね、まあとりあえず他のですねファンドについてもお話をしていこうと思います、えー。もう一つはですね、オールカントリーですね。こちらが注目されていたわけですけども、まあ こちらもですね、今までのものですと0.1030%合計でですね、なっていたものがあまあそちらを基準としてさらに下げていくと、まあ、こちらも0.0001%刻みでですね、下げていくというような形ですね、まあ、あ EMAXLIM はですね、まあ、こうやってファンドの純、ね、産総額に応じて信託報酬を下げてくるというような設定になっていますのでこう,う細かい話になっています で、えー、さらに行きますけども、イマックスリムの全世界株式の除く日本と、イマックスリムのですね、まあ、全世界株式の3地域均等型というものがあります。こちら、全世界株式なのか、それともバランス型なのか、まあちょっとね、分類に迷うところではあるんですけども、まあ3地域の方も下げてきましたというところですね。まあこちらも同じですね、まあ、0.1030%。 っていうのが、まあ、全体でかかっていた。これが最安の状態で設定されていたんですけども、そちらを基準として、さらに下げてくるというような設定になりました。まあ、これはね、えっ、ー、と、オールカントリーとね、同じなんですけども、ファンドの純資産総額の部分がね、少し違います。まあ、こちらもまた、まあ、後でですね、えー、しっかりと見ていきたいと思います。で、さらにですね、EMAX SLIM の先進国株式、 こちらの方も下げてきました0.0899%だったところにね、まあ、最安でそのパーセンテージになっていたんですけどもそちらからさらに下げていくという形ですね、まあ、こちらが少し異なるのは受託会社の方がねどんどん下がっていくと。 いうような形になっていますので、まあ、こちらもですね、後で見ていきたいと思います。まあ、最後にですね、新広告株式の方も発表になりました。まあ、こちらもね、タワロノロードでだいぶ下げてきたところになりますけども、こちらも0.169%からですね、まあ、徐々に下げていくというような形になりました。先日すでにね、発表がありました、S&P500 についても改めて表示したいと思います。こちらの方ですね、上の方が変更前、下の方が変更後になりますけども、以前までの信託報酬率、 でいうと、まあ、0.088%から0.087%というような、まあ、その合計ですね、なっていたんですけども、この先ほどまでの発表とは違って、ですね、まあ、こちらの方はだいぶ下げてきたんですよね、0.0852%からスタートして、そこからも刻んでいくような形で下げていくと。 いうような形ですね。この E マ s スリムのですね、S&P500 のファンドに関しては、まあ、純資産総額がもうすでに1兆円を超えるインデックスファンドになっています。なので、まあ、これね、もうすでに適用としては0.0840。 になっているわけですけども、こちらね、えー、また合わせてですね、えー、見ていきたいというふうに思います。で、まあ、こちらの方、まあ、発表をね、そのままお話をしていったんですけども、まあ、実際に他のファンドとね、比べてどのようになったのかというところを、まあ、それぞれのファンダーセットに関して、まあ、対抗馬になるようなものですね、タワラノーロードも含めて一緒に見ていきたいというふうに思います。まずは日経平均ですね。えー、こちらの方、はい、日経平均株価になりますが、EMAX Slim ススの日経平均、 が、まあ、あの、タワラノーロードのね、日経225に、まあ、合わせてくるような形になりました。まあ、あの、下の表はですね、発表があった、まあ、変更になりますけども、こちら、あ税抜きで書かれています。まあ、税込みで言いますと、まあ、0.143%で並ぶという形になりました。こちら見てみますとですね、ちょっと細かくですね、刻んできてるんですよね。で、これについてちょっとお話をしていこうと思うんですが、今この赤い四角で囲った部分ですね、こちらが、ま、一応、 そののの変更のね大きなところになるのかなとととこころろにるかいうです先ほどですねちょっとお話ししましたけどもこのベビーファンドの純資産総額に対して多くなるにつれてですね信託報酬を引き下げていくっていうような形になっているのがこの EMAXSLIM になっています EMAXSLIM の日経平均に関しては今現在ですね3月31日現在になりますけども276億という形になっていますので、まあ、この前回の部分に関してみると500億 500億円未満の部分に当たるわけですね。まあ、引き下げ前の基準で表すと、まあ、500億円未満の部分に該当して委託会社、まあ、これは三菱 UFJ 国債の部分になるわけですけど、まあ、こちらの方が0.06だったということですねで、まあ、こちらの方を0.055まで下げてですね、えー、販売会社の方も0.55まで下げてですね 0.55まで下げて合わせてきたというような形になります。これはもう実質の値下げですね。まあ今まで0.06ねもらえるっていうところでしたけども、委託会社の方も0.055 で、まあ、販売会社の方もね、えー、お願いしますということで、まあ、0.055というふうに引き下げてきました。これができるのも、やっぱり EMAX SLIM というブランドがあるからですかね。まあ、あの、大きなファンドになっています。まあ、ただ、ここの、この日経平均株価に関してはちょっと苦戦している感じですかね。まあ、他の純資産総額を見ても、今3位になっていますので、まあ、この中で言えばですね、3位になっていますので、ちょっとね、えー、ここは、ま、シェアは取り切れてないという形になりますが、まあ、それでも、やっぱり EMAX SLIM ってていいううねブランド力がまあ構想してるのかななというところになりますそれでですね、まあ、赤い枠のところをお話ししたんですけども、青枠のところで囲っているところですね、まあ、こちらが販売会社の税抜きの下講師の、ね、内訳になるんですけども、こちらの方が何に関係するかと言いますと、まあ、SBI 証券がね、えー、やっている投資マイレージというものに、えー、結構関係してくるんですね。えー、0.1%を切るものに関しては、まあ、それぞれこのね、販売会社の割り振りに応じて、 まあ、あの、マイレージとしてキャッシュバックするというものになっているんですけども、0.1%を仕切る場合はもう0.05%に以下になるので、まあ、この場合ですと0.05。まあ、この3つのね、ファンドに関しては全て0.05。 パーセントななので、まあ、これ横並びになりますね、まあ、そうすると、名目信託報酬手数料に、まあ、この投資マイレージを加えたとしても、まあ、EMAX SLIM と俵ノーロードは並ぶというような形になります。ただ、他のね、えー、と今回発表があったものを見ていくと、まあ、ここが結構ね、えー、とキーポイントになってくるところになりますので、まあ、あのこちらも合わせてね、えー、解説をしていきたいというふうに思います。でまあ、日経平均はね、こちらの方で並びましたよというところになりました。でえー、続いてですね、 トピックスになりますけども今スリム、まあ、こちらの方ですねえっ、ー、と名目信託報酬手数料では安くなった形になりますね、まあ、税込みですけども0.143というところで俵ノーロードのトピックスももちろん上回っていますしここの中で純粋な総額が多いのは三井住友 DC であったりとか日清トピックスになるわけですけどもこちらも抜いて、まあ、名目信託報酬手数料は最安値という形になりました こちらもですね注意深く見ていくと、まあ、この枠にはめていったわけですけどもねこの引き下げ前の場合はもうすでに667億というところだったので、まあ、500億円を超えてですね0.055 というふうになっていたわけですけども、まあそちらに合わせてきたという形になりますね。ファンドの純資産総額は、まあ引き下げ後の基準としては、まあ2500億円というね、まあ結構大きな金額になるんですけども、こちらの方0.055に合わせたということで、まあ500万未満の部分のね、0.06%というものが、まあ、実質の値下げという形になりました。まあすごいですよね。 で、えー、現状ですね、えっ、ー、と、我々、マネーセンスカレッジでは、まあ、バランス型ファンドというものは推奨していないので、価値産分散のものはね、取り上げないでおこうかなと思ったんですけど、まあ、これね、 引き下げ引き下げでずっと続いていて、だいぶね、安くなってる良かったっていうような形になるんですが、まあ一応ちなみにというところで扱っておこうかなというふうに思います。こちらもね、83、均等型の部分に関しても同じ形になりました。名目信託補修手数料は、え、0.14287%と、まあすごくね、細かくなっていますよね。で、えっ、ー、と、こちらの方ですね、赤枠で囲んでおきましたが、まあこの引き下げ前ですと、まあ1000億 これ、まあ、83均等型としてはもうこれ、あともう少しで1兆円に迫る勢いになっていて、多分バランス型ファンドではもうそろそろでしょうけどもね、えー、初めて1兆円を超えるんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、こちらの方、1000億円以上の部分で、ね、0.05だったんですね。 ただ、確かに引き下がってはいるんですけども、えー、この販売会社の方ね、えー、0.005%引き下げたので、その分だけですね、値上げできるんですね。<laughs> はい。なので、えー、委託会社でいう、まあ、こちらで、ね、今薬 a も運用をしている水 U F J、三菱 UFJ 国債ですけども、まあ、こちらの取り分は増えてるんですね、逆にね。まあ0.0548ということで、まあ0.0048分ですね、増えていると。まあ2000億円以上の部分 に関しても、0.055ですので、まあ、0.005%を増えているという形ですね、ベルコこのこっちの方が純資産総額が大きいので <laughs>、先ほど日経平均とトピックスは値下げしたんですけども、この8産均等の方は値上げしていて、取り分になっているとで、その分だけ販売会社にちょっとお願いしますということで、販売会社の方を値下げしているという形ですね。 だから構図としては皆さんにとってはものすごくいいことですね0.13%から0 1298までね、本当にごくわずかではありますけど、下げてきてくれているというところなので、いいんですけども、まあ、その内訳としては、委託会社は値上げで、販売会社は値下げというような形で、販売会社にしわ寄せが行くような形になりました。で、これができるのが、まあ、いわゆるそのブランド力なのかなというふうには思うんですね。まあ、私自身はもうこれ決して間違っている方法ではないと思います。まあ、実際に ま、SBI 証券なんかはですね、えー、販売会社の取り分に関してもキャッシュバックするっていうかですね、まあ、ポイント還元していくというふうに方針立てているわけで、まあ、こちらの方ね、まあ、0.05%を超えているということであれば、SBI 証券としてはですね、まあ、特に気にならないと言いますか、まあ、あの、取り分がちょっと減っちゃったっていう感じになりますかね。まあ、これもブランド力でしょうと。 こちらの方ですね。まあ、あの、三菱 USJ 国債の取り分がどんだけ変わったのかなというところで、えー、ちょっと計算をしてみました。まあ、日経平均とトピックスに関しては、まあ、純正総額がね、低いので、まあ、あの、値下げの効果としては、そんなに金額として大きくないんですね。えー、388万円。 下がったという形になります。一方ですね、この八三均等の値上げによって4684万円のプラスの収入になるというところで、まあ差し引き4300円の増というところですね。トピックスと日経平均に関しては、この八三均等の方でまあ稼ぐからまあ下げますよというような形なんでしょうかね。ここら辺うまいこと考えたなと思います。特にまあ発表してからですね、何日ですか。 5日ほどしかなかったようには思うんですけども、しっかりと考えて、しかもまあ、販売会社の方にもね、ちゃんと下げるっていうところも承諾もらいながらやっているというところで、かなりね、企業努力として進んでいるのかなというふうにも思います。はい。で、続いて見ていきましょう。先進国株式ですね。こちらの方はですね、0.09889%ということでですね、だいぶ刻んできましたけどもね。はい。まあ、下の表を見ていただいてもわかるように、今までの、まあ、最安の部分に、 に合わせてきたとでさらにそこから下げる余地も用意しましままたよとといいうところで来ています、まあ、先週株式の方ですけども、まあ、こちらの方純資産総額は4,000億を超えている状態ではあるんですが引き下げ後の基準としては5,000億未満の部分にね全て該当しますので、まあ、こちらの方のバランスになっていると。 いうことですね注意点として、えー、見ていくと、まあ、まずこの赤い枠のところですね先ほどの83均等と同じようにまあ,あの取り分を増やしてるんですねその分だけ、まあ、販売会社の方の信託報酬を下げているというところで、まあ、マジックですよねまあ、ここね合計ではまあ、実際に値下げみたいな形、まあ、もしくは据え置きみたいな形になっているんですけども、まあ、実はこの販売会社の方の取り分をね下げているんですよねまたこの受託会社の の方もですね、えー、5000を超えていくと下がっていくというような形になりますで、えー、そうするとですねまぁ、あ、何が起こるかというとですねまあ、他のファンドと比べてですね販売会社の取り分に、まあ、差が生まれてきているというとことになります EMAX Slim の先進国株式で今現状で見るとまあ、0.03495となっているんですけどもたわらノロードに関しては0.05を与えていますのでこれまああのまだね発表があってまだ適応にはなってないので 証券の方でも発表はありませんがおそらく投資マイレージも変わってくるということになりますそうするとですね名目信託報酬手数料で並んでいたとしても投資マイレージをもらうとですね逆転してしまうんですね田原農労働先進国株式のが安くなると いう傾向になります。偽外国株式インデックスファンドに関しては、一応ね、名目信託報酬手数料がですね、えー、まあ若干高くなるので、ここの逆転は起こらないんですけども、俵のロードの先進国株式に関しては、名目信託報酬手数料プラスポイントというふうにするとですね、逆転してしまうと。 いう形になります。ここの部分に関してはちょっと少し残念だったなという感じになりますね。今現状ですね、ファンドの積み立てとか、まあ、ファンドで運用していこうとすると、他のポイント制度と比べるとあれなんですが、まあ、実質、もう SBI 証券一択の予想になっていまして、この投資マイレージに関してもですね、インデックスファンドでも SBI 証券はね、一定率の還元があるというところになります。まあ、先ほども言っているように、この販売会社の取り分ですね、そちらの方を、 ほぼほぼ投資マネージとしてポイントで還元してしまうというような方針でいますので、まあ、そうするとですね、まあ、SBI 証券一 自宅で持っているできるだけ安くしたいという方に関しては、まあ、SBI 証券でまあ積み立てであったりとかしていくような形になると思います。えー、まあ来年からですね、新ニーサも始まりますし、今までの旧ニーサ a っていうふうに言いますけども、まあ、そちらの方のロールオーバーができない以上ですね、一回売ってから買うという形になりますから、まあ、乗り換え需要っていうのがだいぶ大きくなってくると思うんですね。こういった中で、まあ、SBI 証券に口座変更をしてですね、都心マイレージがしっかりともらえるような形でいこうとすると、これは ちょっっとととどううなななのかなっていうところにはなりますね、まあ、もちろんこれ隠れコストが入ってないので隠れコストを考えると、まあ、まあさらに順位は変動するような形になりますこちらの方はですねまた見ていかなきゃいけないんですけども少なくともまあこの名目信託報酬定数料プラスポイントというふうに考えると逆転してしまう可能性が出てきましたというところですねこんなことはですね e m、まあ、a x s ス i ムに関しては十分理解しているところだと思うので、まあ、ここをね少しでも下げて名目信託報酬定数 数量で順位を取っていた方が良かかったたではないかないいとも思いますただ、だいぶ低いので <laughs>、ここまで頑張ったっていう形ではあるとは思うんですけどね。今後もね、見守っていきたいなというふうに思います。続いてですね、新興国株式について見ていきます。新興国株式に関しても、タワラノロードの新興国株式に合わせていくような形になりました。強調している部分ですね、赤い枠のところですけども、引き下げ前、 の水準に合わせてきたという感じですね。純、え、資、ー、総額がまあ1000億を超えているという状況だったので、1000億円以上の部分にかかってきていたという形になりますけども、まあそのかかっていた部分のまあ0.169に合わせてきたという形ですね。えー、こちらはタワラノーロードのおー申告株式。 もう合わせて、えー、最安値という形になりますただ、やっぱりここもですね、えー、販売会社の取り分に関しては、まあ、逆転をしてしまっているところになりますね。まあ、ただ、まあ、0.075というところなので、これ SBI 証券のポイントはもう0.05で、えー、横並びになりますから、ここの差は生まれないのかなというふうに思いますけども、今後ですね、SBI 証券のそのマイレージの変更とかがもしあれば、ここの部分が多少響いてくるのかなという いうようなね、えー、感じになりますねただ現状においては業界の中で最安値 タイとといいいいう形にになりりまましたた続いてですね、S、すね移思こちらの方はすでに発表がありましたけども、えー、と前回の動画ではファンドのね純資産総額に応じたまあ値下げですねそちらの方を加味してなかったのでこちらも全て加味した状態で計算してみましたこちらの方ですね EMAX スリムの米国株式 S&P500 ですけどもこちらも名目信託報酬手数料でもすでに業界最安 でましたで、まあ強調部分ね、えー、と赤い枠で囲みましたけどもこの引き下げ前ですね、まあ、1000億円以上なんですよね、まあ、これインデックスファンドの中ではもう断トツに純資産総額が高いファンドでして、えー、これも1兆円を超えてもう,もうそろそろ2兆円に届きそうな純資産総額になっているんですけどもね、えー、こちらの方が純資産総額の1000億円以上の部分がもうだいぶを占めていたので委託会社の取り分としては0 0 3 3というところですけども、えー、そこからさらに下げてくるという形になりました今現状のこの純、ね、産総額で計算をすると0.03248というところでもうだいぶ低いですよね あの、当然ここで上げたファンドの中では最安値になります。販売会社の方もですね、この0.034から0.0326というところで下げた関係でですね、こちらもまあ逆転しているんですよね。逆転はしているんですけども、タワラノーロードと比べて0.002% ですね、の差になりますのでこの分だけポイントの還元があるということになりますとどうなるのかなという感じですね。まあ、これまだ s b i 証券の発表がないのでわからないんですけども、まあ、おそらく EMAXSLIM の方は都市マイレージを下げられる形になるのかなと思いますまあ、そうするとこれ逆転してしまいますかね名目の方ではですねまあ、これに加えてもちろん隠れコストの部分も考えていかなきゃいけないですけどまあ、少なくとも名目信託報酬手数料プラスポイントということに関してみれば田原の濃度の方が最安になるのかなというところですねまあこちらもやっぱ どうにかできたんじゃないかなとも思うんですけども、巡査総額でですね、上がってきていて、まあ、タワノーロードの方にどれだけ流れるのかというところですね、えー、まあ、これ、新設になりますので、新設ファンドってね、あんまり僕もお勧めできないんですけども、1年のね、決算発表を待ってからあ、実際に隠れコストっていうのもね、どんぐらいのものになるのか、まあ、傾向は見えるんですけども、実際の決算を待ってから、まあ、乗り換えても、まあ、遅くはないというところで、あもしくはあ、来年までですね、もう決算入らないので、まあ、そ ここまで見越すと、この画像は崩れないだろうというような、ま、今スリムのね、何かしらの、あの、戦略なのかもしれませんけどもね。ま、あの、下げてくれることはね、ま、非常にいいことだと思うので、ま、あの、こちらの方も注視していこうかなというところですね。 で、最後になりましたけども、まあ、全世界株式の方ですね、えー。皆さん大好きなもの。まあ、こちらの方も見ていきましょう。まあ、全世界株式の、まずは、まあ、オールカントリーのところですね。この横並びにしてきたというところですね。えー、0.11330というところです。でただ、オールカントリーに関しては、えー、これ、純産総額が大きくなっているという関係でですね、名目浸潰公衆手数量は若干 か間下がっている形になります。共闘している部分ですけども、引き下げ前はですね、0.0410というところでしたけども、こちらの方は上げてきましたね。はい。 あの、儲けられるところに関しては、まあ、儲けていこうという姿勢が見えていますね。えー、その代わり、まあ、今販売会社の方にも負担をしてもらって、業界最安値を狙ってきたという形になりますね。これね、まあ、1兆円を超えたとしても、まあ、0.0413ということで、まあ、この引き下げ前と比べると000、0.0003%ですけども、値上げという形になってますね。まあ、これはこれで、あの、悪くないんじゃないかなと思います。投資家の我々にとってはですね、合計値で、ま、判断すればいいと言えばですね、まあ、その隠れコスト とポイントも含めた部分で考えたらいいというところになりますのでまあ内訳はね企業内で頑張ってくださいというような形ですよねただまあここですね販売会社の取り分のところでですねまあ逆転現象が起こっちゃってるよというところでおそらくこのオールカントリーに対してま対抗になるのはまあ田原のードの全世界株式もしくはまあ純差総額でもねあのある程度の大きさがある楽天全世界株式インデックスファンドまあこちらの方になってくると思うんですがこのま0.05 と0.0415というところで、だいぶこう差が開いてしまった。関係で俵能労働に関してはまあこれね。 おそらくポイントを入れてしまうと逆転してしまうという形になりますね。ここら辺どうしてくるんでしょうというところで、まあやっぱり分かりやすさで言えば、まあ名目信託報酬手数料が低いというところで、まあ購入される方が多いのかなというふうに思うので、その細かい部分、見えない部分に関しては目をつぶると言いますか、まあブランド力で乗り切るというような形かもしれませんが、まあこれね、しっかりとファンドの中身とか隠れコストとかを見ていくと、もしかしたらこのオールカウントリーね、 え、画像が崩れる可能性もあるよというところで、今後もね、またこの引き下げ競争っていうのはまあ加速していくのかなというふうにも思います。こちらもですね、もう1兆円を超えるような形になってきますので、だいぶ大きなファンドになりましたね。こんな日が来るとは20年前は強いとも思えなかったというふうに思いますけども、まあ非常にね、えっ、ー、と人気のあるファンドになってきました。 で、もう一つの方ですね。え、く日本と3地域均等の方ですね。まあ、こちらの方も、まあ、比較をしてみたいというふうに思います。ファンドの純資産総額に関しては、ちょっとね、低くなる形ですね。引き下げの方ですね。引き下げ前の基準としては、純資産総額の基準はね、変わらないんですけども、あく日本と3地域均等に関しては、2500億円の単位で、え、刻んでくるという形になりました。え、こちらもですね、委託会社の取り分としては若干の値上げになりました。 まあただ、我々の払うっていうね、合計される信託報酬に関しては、業界最安に並んできたという形になりますね。まあ、除く日本はまあまあ置いといても、まあ3地域均等っていうのはね、まあこちらの方がまあオールカントリーいいかなっていうふうに思うんですけども、これはね、まあ言ったら投資戦略によるので、それぞれえ考えられたらよろしいかなと思うんですよね。まあ、巡視総額でも、まあ、一方はね、1兆円に迫る勢いですが、 地域均等なんてね、まあ、69億しかないので <laughs>、まあ、マザーファンドがありますから、まあ、69億でも全然普通に運用できるんですけども、ちょっとこちらの方ですね、まあ、人気はあんまりない感じですかね。はい。まあ、今後ですね、新興国のまあ伸びとか、まあ、そちらのを考えると、まあ、オルカントリーよりかは3地域均等の方がいいのかなっていう感じはしますね。ただ、同時にですね、まあ、中国とか、まあ、そういうようなところがあまり投資対象としては増やしたくないという方にとっては、まあ、オルカントリーの方がいいのかもしれません。まあ、この まあ3地域均等にです、ねまあ、対抗できるところって何があるのかなというところもあったんですけど、これは参考値程度ですね、まあ、全世界株式自体を我々は推奨してないので、まあ、参考値程度で日清世界株式のね、自利比型の方を持ってきました、まあ、こちらに関しても若干ですけども、まあ、逆転をしていると。 えー、いう形になりますね。まあ、あの、ここら辺も本当にごくわずかの差ですので、まあ、あの、どれを選んでいただいても特に問題はないのかなというふうにも思いますけどもね。ただですね、まあ、ここの EMAX SLIM 全世界株式オールカントリーね、まあ、人気のファンドがですね、まあ、目送信託保守手数料で、まあ、業界最安値を更新してきたということに関しては、まあ、かなりね、えー、いい状態なんじゃないかなと思いますし、まあ、この投資家にとってはですね、まあ、非常にありがたいというところになるかなというふうに思います。 はい。まあ、ここまでですね。まあ、あの、EMAX SLIM のね、信託報酬引き下げについて、まあ、特徴についてもお話をしてきました。で、まあ、ただここには、まあ、隠れコストとかですね、まあ、ポイントに関しても、まあ、さらっとお話しした程度でですね、えー、実際に比べようとすると、まあ、これらのね、えー、ものも踏まえた上で、実質的なあ僕らが負担するあ手数料というものを考えなきゃいけないですし、えー、まあ e、EMAX SLIM だけじゃなくてですね、タワラであったりとか、日清であったりとか、まあ、他のね、えー、ところも、得意分 というものがありますそういったところで、まあ、隠れコストの差に響いてきますのであの本当に、まあ、実際に僕らが実際に負担するものっていうものは、まあ、もうちょっと精査をしていかなきゃいけないと。 いう形になります、まあ、こちらの方に関しては会員制の方でお話をしていこうというふうに思いますので、まあ、ご了承いただければなというふうに思いますただまあ今回のね、まあ、こういうまあ引き下げ競争なんですけども、まあ、投資家にとっては非常にありがたいものでやっぱりまあ業界をねリードしていくこの EMAXSLIM ススももうすぐに反応してくれたっていうところはいいことですしさらにいいことはですねこのファンドを、まあ、新しいファンドを蘇生することなくですね今までのファンドで値下げをしてくれるということがもう もうすごくいいことなんです、ね、まあこれ俵の楼のも同じなんですけども他のものをねどん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 作ってもらってもですねこれ今度これ乗り換えなきゃいけないんですよねまあ NISA がなかった時からまあ積み立てをしていて、えー、さらに運用益まで出ているという状態の方はですねこれ売って乗り換えをすると税金分の負担で相当なね痛 <laughs> 手をこむってしまうという形になるのでここら辺はねこのファンド内で引き下げをずっと続けてくれるって しかも業界最安値を維持していきますまたそれを下回るような水準でいきますというような ことをね宣言してくれているこの EMAX SLIM っていうのはまあ人気はまだまだ崩れないのかなというふうにも思います。実際の負担というところになるとまあここはねいろいろ考えなきゃいけないところでもありますがあのまあ、そちらについては会員制で詳しくお話をしますけどもこの一定のねブランド力が出てきているっていうのはまあ、こういった経緯まあ、こういうような引き下げの仕方をしてきてくれているというところもあるのかなというふうに思います。まあ、これはだいぶハンド業界でいます。 まあ、我々の、ね、投資環境においては非常にいいことだと思うので今後もねこうやって続けていっていただきたいなというふうに思います、えー、さらに言うと、まあ、まだこれ4月ですのでまだ1個2個あるかもしれないですね波乱はね、まあ、あのその都度ですねまたあのこちらの方で、まあ、あの解説ができるようになり次第ですね皆さんにもお話をしていこうかなというふうに思いますのでまたあチャンネルの方でですね動画を参考にしていただければなというふうに思います、えー、今回の動画は以上になりますありがとうございました ありがとうございました。